オワニザメオドンタスピスフェロックスは、ネズミザメ目オワニザメ科に属するサメ、キシ種、ミズワニと呼ばれることもあるが、ミズワニ科のミズワニスドカーカーイアスカモハライは、別種である。世界中の暖かい海に広く分布し、表層から水深約900メートルまでの深海に、生息する、全長4.5メートルに達する大型のサメ、外見は白ワニ、カーカーイアストーラスによく似ているが、 大はニザメの方が大きくなり、背びれのプロポーションも異なる。繁殖様式は未確認であるが、卵食、ともぐい型と予想される。世界中の熱帯から温帯の海域に広く分布すると推測されるが、報告例が少なく分布域は部分的にしか判明していない。北、大西洋の温暖な海域や、東、大西洋のガスコ外洋の島や大陸方の近辺に生息している。 用である、生息水深帯は10から883メートル。用魚は、水深200メートル維新で多く、表層には、比較的大型個体が見られる。マルタの南西海域などでは、ハエ縄で、散発的に漁獲されていたり、日本では2000年1月28日、相模湾港の裏の差し網に、全長3.48メートルの個体がかかっている。最大全長は、 メス 450cm、ン 344cm、体重約 800kg。体色は、肺側が灰色、または肺褐色。ジジオード反転が、背と側面の上にある。体全体に赤い反転があるという説もある。腹側は、泡灰色、または白色で、胸びれと腹びれの腹部の表面は少し暗い色を、している。幼魚は、ひの先端が黒いものもいる。 外観は白ワニに似ているが、大ワニザメは、第一背びれが、第二背びれ、尻びれよりも大きく、白ワニは、第一背びれと、第二背びれ、尻びれがほぼ同じ大きさである。餌生物は、小魚や、頭足類、甲殻類など、妊娠メスが見つかっていないため繁殖様式は不明で、あるが、白ワニと同様、卵食、共食い型の体制と予想される。 ファーゲセンラの調査から推定される成熟サイズは、オスは全長200から250センチメートル、メスは全長300から350センチメートル。生まれた時の大きさは、全長100から110センチメートルと推定されている。幼魚は、比較的深い水深帯で多く見つかっていることから、出産時あるいは生まれて、すぐに深場に移行し、ホホジロザメやメジロザメ類などより、 大きな表層性の捕食者から逃れるものと考えられる。ビッグアイサンドタイガーオドンタスピスのロンハイオオワニザメ属オドンタスピスは2種で、他にビッグアイサンドタイガー王のロンハイが現存する。全世界の段階の水深600から1000メートルの深海に生息し、全長3.6メートルになる。その生態はほとんど知られていない。オーワニザメの葉は副高頭を両側に、 それぞれ2から3備えるのに対し、ビッグアイサンドタイガーは副高等が両側に一つずつしかない。珍しいサメであり、飼育記録は極めて少ない。しかし、日本の滝島水族館では2014年までに3度の飼育記録がある。駿河湾の水深200メートル付近の底引き網漁で、取られた1メートルほどの個体が2016年10月4日から、同年10月14日まで、 沼津港深海水族館で飼育されていた。2018年3月末にも沼津港深海水族館に運ばれた。ありがとうございます。